きこういうの大好き。ね、うん、夏だし良くない？今度、うん、ちょっとトイレとかのとちょっとさ色が違う。え、いいな、買おうかな、安いし。いいねこれ、かわいい。こういうの大好き、本当大好き。ね。あ、そう、木のやつは合わないよね。かわいいけど。うん。でもなんかこういうさ。感じも素敵だね。ね。こういうなんかさ壁にさあれもいいよね。かわいい。かわいい。もう工夫すればいくらでもさかわいくなるよね。ね。みんなすごいな。考えつかないもんね。かわいい。かわいい。ん？あ、で透明もあったよね。こういうなんか。飾り方もあるのね。でも今こういうの流行ってるしね。牛みたいな。かわいい。かわいいね。ね。ここいつも立ち寄る気がする。ね。ここのいいお家みたいな。そう。え、ここ立ち寄らない？いつも。なんかいつもあのキッチンとか行くよね。かわいい。なんかいつもこのキッチンを触る気がして。そんなことない。ん？時計でかいね。すごい。ひみよりでっかいの？ママよりでっかい。ママよりで。これなんかしまえるやつかな。そうだね。ね、二人で寝たいときだけ出してみたいな。これいいよね。これね。これ二人で寝たいときだけ引き出してやるやつ。パパがいなくなっても大丈夫。白コロ用かな。うん。君と白子。ん？あ、上がしまってある感じじゃない？あ、これが。で引き出してこう二つ並べて。こういうのがいいよね。収納もあるし。これいいかもね。こういう鏡も可愛くない？なんかこうね。可愛いよね。これすごくない？これでっかくない？ね、めっちゃかわいい。でもこういう使い方できるんだね。このなんか壁に取り付けるさ、これよくない？かわいいよね。うん、そうするとこういろんなものが置けるね、壁に。1500円。安い。へぇ、ね、てこれ買うの？これよくない？先生、どうするあっちの人はなんか女の子とかよお花が置いてある猫、うちに犬いるのに猫飼うの？お花の方がいるのに猫飼う。お花にしていいお花の方が、ね、薄い。あ、お花の方が可愛いやん。お花の方が可愛い、うん、お花にしよう。大丈夫？こっちの方が首の負担がなさそうだ。ねえ、この触り心地嫌い。触り心地嫌いとか言われてるけど。こっちね、これではなんか埃がつきそうな生地だよね。私、鼻の方が好きかもしれない。触り心地。まあ人それぞれ。でもこっちにもいろいろあるよ。エメラルドグリーン綺麗じゃないこれ。エメラルドグリーン。病院の枕。なんでよ、どこの病院よ。なんそんな。これ牢屋の枕。牢屋で行ったことあんの？じゃあここ入れてください。ついでに持ってくださいこれ。持ってください。やっぱ男は荷物持ってくれる人がいいよね。ね。そうだね。この子買うの？にみちゃん植木好きだった？この子かわいい。かわいくなっちゃった。これ買おうかな。うん。これね。こんな感じで。あ、良くない？これ。かわいい。これ買いたいと思います。この子に買えるの？この子にするの？まあこれはまあどれでもいいけどさ。にみちゃんこれがいいですか？はい。じゃあこれを買いましょう。15番でございます。
お、上手。これがね、取れてね、このリボンすぐ取れそうだね。これ踏んで転びそう。なんか縫った方がいいかもね、もしあれだったら。縫い付けた、かわいいけどね。はい、M でも M じゃちいちゃんちっちゃい気がする。かわいいけど安い。重くない？え？重くない？安いね。かわいいかもしれない。最大 60% オフ、やばい。バニラとピングシャワーです。パパ、中にホッピングシャワーが埋まってる。うん、ホッピングソーダが。そうだ。ママはオレンジソルベとホッピングシャワー。みんなホッピングシャワーが入ってる。やっぱサーティワンと言ったらね、ホッピングシャワーだよね。そうだよ。定番。一番人気だよね。うん、ね。ね。食べたいと思います。いただきます。サーティワン。あ、カップの色違う。そら。え、本当だね。ね、ママだけ違う色が。なんかまず何喜んでるのに、ウヒヒヒって言ってる。じゃあ帰りましょう。はい。